どうも、暇な社会人、かっこ仮名です。今回は、ウイニングイレブン2018の単発実況を始めていきたいと思います。まあ、需要があったらシリーズ化して、もっと実況していこうかと思うんですけど、とりあえず今回は単発として、一回限りで実況していきたいと思います。まあ、ちょっとね、やってるゲームの、そのジャンルの幅をお見せしたかったのでね、ちょっと今まではホラーゲームばっかりやってたんですけど、ちょっと今回はちょっとね、趣向を変えてと言いますか、まあスポーツゲームをね、やってるんだぞということを見せたくて、今回はウイニングイレブン2018を実況していきたい、していきたいと思います。で、普段はそのオンライン、僕中心にやってるんですけど、まあオンラインね、実況してもなんなんで、ね、今回はオフラインで、まあ、対 CPU 戦でやっていこうかなと思います。で、今作はなんかコンピューターの強さで、今までは確かスーパースターっていうのが、最大のね、最強の強さだったんですけど、今作は確かレジェンドっていうのが、なんかね、スーパースターの1個、さらに1個上にレジェンドっていうのがあって、それが最強強さらしいんで、ね、それがどんぐらい強いのかっていうのを、今回、実証していきたいと思います。で、まあ、その前に、まず1回、1回まずスーパースター、1回スタンダードかな、スタンダードでまず、スタンダードでまずやっていこうかなと。わかりやすくね、するために、スタンダードのレベルからね、まずはやっていこうかなと思います。あ、でもな、どうしようかな。ビギナー。いや、いっか。一番雑魚のビギナーからね、あえてまずはやっていきたいと思います。試合時間は5分で、まあ、あとはこんな感じでやっていきます。まあチームはね、ちょっと適当に日本代表を使おうかなと思います。メンバー変えるのめんどくさいんで、とりあえずこのままね、デフォルトのままでいこうかなと思います。ちなみにまだ僕はレジェンド解禁するまで、最初解禁されてなくて、スーパースター相手に5回勝つとそのレジェンドっていうのが解禁されて、で、この実況を始める前にスーパースター5回倒してレジェンド解禁したんですけど、まあレジェンド相手に1回も試合したことないんで、まあね、どれぐらい強いのかまだ分かってないんですけど、まあとりあえずまずはね、このビギナーからやっていこうかなと思います。いや、もうビギナーとかもね、ビギナーとかも片手でも勝てるんじゃないですかね。まあ相手を北朝鮮にしたのは別に特に意味はないんですけども。ちなみに僕結構サッカー好きなんですけど、一番好きなチームはバルセロナですね。バルサが一番好きですね。で、好きな選手はルイス・スアレスですね。ウルグアイ代表のリバプールから来た。スアレス君が一番好きな選手ですね。現役選手だと、引退した選手だとティエリアンリーが一番好きかな。まあね、どっちもバルセロナなんですけど、結構バルサの試合は、チャンピオンズリーグとかの試合は結構テレビで
見ますね。カット、岡崎シュート、決まった、追加点。スポーツバーに行って、その生で、生っていうかまあリアルタイムで生放送を見るのが好きなので、まあ、よく深夜にスポ近くのスポーツバーまで行って試合観戦するのが結構好きですね。趣味、まあ、趣味ですね。スポーツ観戦。北澤さん、これ直前のドリブル素晴らしいものがありましたね。そうですね、ドリブルでゴール前に持ち込んで、結構スポーツバーとか行くと焦ってしまうところなんですけどもね、はい、ついて確実に決めてきました、ね、外国人が多いんですよね。さあ、日本やっぱサッカーは日本人もそうなんですけど外国人にもかなり人気なスポーツなんで、そのね、外国人の友達とか作りたいならもしかしたらおすすめなのかもしれないですね。焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。シュート。そして今前半終了の笛が吹かれました。決定機でした。日本大きくリードして前半を終えています。抑えたというよりもね、攻め続けたことによって相手側にチャンスは生まれなかったんでしょうね、まあ、スポーツバーに行って飲むお酒の定番はやっぱりハイネケンなのかなやっぱハイネケンなのかな。僕ウイニングイレブンは中学校1年生から始めて、確かに一番最初にやったのが2000ウイニングイレブン2006だったかな。確かに一番最初に買ったウイニングイレブンが2006の中村俊輔とかジーコが確か表紙だったような気がする。ルー入りが一番最初に買ったやつですね。ゴールシーン中盤で奪ってからの攻撃いかがでしょうか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるように見事なカウンターアタックでしたね。でその後ウイニングイレブン2018買って2010買って、ただ2011からウイニングイレブンのシステムがかなり一新したんですよね。で2011買って2012も買って2012も買って2013買って2014も買ってで、その後2016、2015は買わないで2016買ってで、2016買って2017は買わずに今回2018買っ
った感じなんで、まあ、ウイニングイレブン歴は正直結構長、かなり長いですかね。北澤さん、今日のゲームどうでしたか？日本としてはっていう感じで、ビギナービギナーやりましたけど、さすがにビギナーもなんかもう初心者でも余裕で勝てるやつなんで、まあさすがにって感じですね。で次はじゃあスタンダード、一番普通の、一番最初のデフォルトのね、ノーマルのレベルのやつをやっていこうかなと思います。まあ、スタンダードもかなり弱い方なんで、まあ、初心者でも多分スタンダードも普通に勝てますね、正直。でウィニングイレブンって結構その毎年出るたびに結構ゲームシステムとかかなり操作性とかかなり変わってて、その年度によってというかシリーズによってというか、ある時はパスが強い、パスゲーだったり、ある時はまたドリブルの強いドリブルゲーだったり、結構ねゲームバランスが毎回変わるから、そう操作性とかも結構変わるから、まあそういう意味では飽きが来ないといえば飽きが来ないんですけど、結構慣れるのが大変なんですよね最初。結構慣れるまでが大変でして、2010年から2011年に変わる間にまずパスがかなり大幅に変わったんですよね。2010年まではパスするときはこのね緑の色のゲージが出てこなくて、パスの強さが全部一律で同じだったんですけど、2011年からシュートするときだけじゃなくて、シュートとロングパス出すときだけじゃなくて、普通のショートパスとスルーパスをするときもなんかこの緑色の三角ゲージが出るようになったんですよね。そこでまずその2010年までのウイレをやってた人はかなりその戸惑うというかね、苦戦するんですよね。タイミングよく飛び込んでいきましたよね。いいトライだったと思いますね。日本チャンスを迎えたシーンがありました。で2011年は確かドリブルがめっちゃ遅くてパスゲーだったんですよね。だからパスゲーなんですけど、でも一部のメッシとかクリロナみたいな完全にドリブル特化型の選手だと、それパスゲーの中でも別格のなんか強さで特にアーセナルのアルシャビンがやたら強くて、ウイレ2011はアルシャビンゲーって呼ばれてましたね。オンラインとかやっててやたらアルシャビン使ってる人がいっぱいいて、サイドを使います。原口へスルーパス、仕掛けるか。でウイレ2012年はウイレ2012は前半から得点が
確かドリブルが結構強くなったんですよね。日本先制してハーフを迎えました。ドリブルが結構強くなっていう心の余裕っていうものでこれ余裕がね、もしかしたら悪い状況に傾く可能性もありますからね。なんかコントロールカーブっていうなんかスキルが特定の選手だけが持ってるスキルがあってで大体ミドルレンジらへんからこの コントロールカーブ持ちの選手がそう L1 押すと普通ループシュートなんですけどそのコントロールカーブのスキルを持ってる選手が L1 でシュートするとなんか謎の謎のなんかシュートをしてなんかやたら精度の高いなんか ループシュート気味のなんかすごいカーブがかかったというか巻いた感じのシュートしてそれがもう最強なんですよね。ウイ2012はだから遠くからペナルティーエリアまで入ってその縦パスポンじゃなくてとりあえずミドルレンジまでドリブルで運んででコントロールカーブ持ちの選手に預けてコントロールカーブで巻いてシュートするっていうなんかマジクソゲーみたいなウイレだったんですけど決めやりたし。だからウイレ2012はコントロールカーブゲー、コントロールカーブシュートゲーだったんですよね。あれはマジクソゲーだったな。みんなコントロールカーブばっかしてこんなサッカーじゃねえだろみたいな。ゲームバランスめちゃくちゃでしたね。本当あれは本当、まあ、でも、まあ、相手もみんなコントロールカーブシュートばっかやるから、まあ、結局自分もねやるんですけど自分相手に決められたらくっそ腹立つんですけどでも逆に自分がコントロールカーブシュート決めると超気持ちいいですよね。その外側から巻いてシュートを打ってで反対側のポストに当てて反対側のポストの内側に当たって入るっていうなんかもう完璧に芸術的なシュートがなぜかポンポン入るんですよね。ゲームだから時間ないですからね。ここはシンプルな攻撃でもいいと思いますけどもね。さあ笛が鳴りました。はい、という感じでスタンダードが終わりましたね。まあ、スタンダード、まあ、弱いんですけどたまに油断するとなんか油断してディフェンスラインの裏にパス出されてシュート打たれると案外普通に決められたりするときがあるんでまあまあって感じなんですけどまあそれでもまあ弱いですね、うん、じゃあ次、スーパースターですね。一応一番上の難易度今までで言う一番上の難易度をやっていきたいと思います。スーパースター正直ぶっちゃけかなり強いんで正直ちょっと日本じゃ厳しいかなということで今度は僕の好きなねバルセロナを使っていこうかなと思います。まあ、正直弱いチーム使うのと強いチーム使うのだと全然なんかもう操作性というかもうなんか反応が違うというかね別ゲーなんでちょっとね本気出すにはやっぱり強いチームを使わないとダメかなっていう感じですね。なんかウィーニングイレブンのライセンスクラブのライセンスが全然ないんでもうなんかもう偽名ばっかりもうどこがどこのチームか全然わかんないんですよね。
ビギナーの2個上がスタンダードで、スタンダードの3つ上がスーパースターなんで、まあ、ここからかなりね、やっぱり今までと段違いの強さになってくるんで、まあよく見ててくださいというか、そういう感じですね。まあ、ウィー2012マジすげえストレス溜まるクソゲーなんですけどでもコントロールカーブシュート決めるのだけは本当超気持ちよかったですね。でウィー2013はそのコントロールカーブがコントロールカーブシュートが修正されて、まあ、いや比較的いいバランスのゲームだったような、そんな覚えがありますね。でウィー2014はどんな感じだったかな。ウィー2014はウィーで2014は確かフライスルーパス、が強かったんですよね、確か。フライスルーパスっていうのはスルーパスの、ああ危ねえスルーパスにそのなんだフライさせて L1 をしながら出せるんですけど、蹴ると、でウィリー2013か14からそのカーソルのついた選手だけじゃなくてフリーの選手に対して L1 を押しながら R3 だったかな、L1 を押しながら R3 ボタンを押しながら右スティックを、任意の方向に倒すと、その方向に選手を動かすことができて、で選手を動かしてフリーで動かしてその選手をめがけてフライスルーパスを出すのがやたら強いというか、それが中心になってくるというか、なのでそのフライスルーパスに対応できない人はもうなんか完全に乗り遅れるというか、そういう感じでしたね、2014は。もう一つ前に行きたい、この柔らかいパス、ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。前半0-0。で2000ウィレ2015はちょっと僕買ってないんでどんな感じか分かんないんですけど、まあ分かんないですね、どんな感じか。2016は2016も比較的いいバランスでまとまってた気がしますね。では後半見ていきましょう。まあ非常に耐えきた、決まった、さすがバロンドールアメッシア、いややっぱメッシはこの角度からコントロールシュートですよやっぱね、左利きのメッシ君はこの角度からねコントロールシュートですよ。そのカットインしてのね、左利きの選手を右ウイングら辺で出してそこからカットインさせて、その利き足の左足で逆サイドのネット めがけて打つのはやたら強いんですよね。ロッペンとかもバイエルンミュンヘンのロッペンとかももう定番の攻め方ですよね。カットインしてミドルシュートというか、
メッシがかなりきついプレッシャーを受けていますが、北澤さんどうご覧になりますか。ウィーン2016はそんな特徴的でもないゲームだったような気がしますね。まあ、ではその分そのゲームバランスもぶっ壊れてないですし、まあ、比較的いいバランスだったようなそんな覚えがありますね。でウィーン2017もう僕買ってないんでちょっとそれも分かんない感じですね。で満を持してこのウィリ2018が出て、で今やってる感じですね。ウィリ2018これ、まあ、まだ全然やってないですけど、ウィ2018はこれはチームにとって非常に大きなセーブになりましたよね。そうですね、なっていれば同点でしたからね。ウィ2018もそこまで特徴的でもないないんですかね。まあ、つまりバランスがいい、まあ結構まあいい感じのバランスにまとまってると思いますね。でドリブルとパスどっちが強いかっていうと多分ドリブルの方が強い感じになってますね。なんでまあドリブルゲーといえばドリブルゲーではありますね。決められた。追いついたアトリティコマドリー、アトリティコマドリーここで同点、この時間に追いつきました。ディフェンスの寄せにあっていたんですがものともせずシュートゴールでした。厳しく寄せられながらもしっかり落ち着いて打てる、うん、フィジカルの強さがこのゴールにつながりましたね。なるほど。今回なんか審判てかバルセロナ使うとなんか審判の服の色が微妙に似てるような気がして間違えて出しちゃうんですよね。さあ手に汗握るこの戦い、おすげえ、なんかネイマールくんいなくなってる。パウリーニョがいる、すげえ。素晴らしいプレーを期待したいですね。そうですね、延長戦です。あっという間の30分になるのか長い30分になるのか目が離せません。期待してまいりましょう。いやネイマール君がバルサからパリ・サンジェルマンに移籍したの本当ね、もうショックでしたね本当。と散々 MSN って言われてて、そのねアルゼンチンのメッシとウルグアイのスアレスとブラジルのネイマールの最強南米トリデンテって散々言われてて、いやもう MSN がいる限りバルセロナ安泰だろうみたいにバルセロナ安定だろう安泰だろうってずっと思ってたんですけど結構あっさりというかあっけなくというか移籍しちゃいましたよねネイマール君。さあここまで戦っていまだ同点という状況、非常に緊迫した試合内容となっています。この後決着をで、パリ・サンジェルマンのホームユニフォームとバルセロナのホームユニフォームが結構なんか色合い的に微妙に似てるから割と違和感ないっていうネイマールがなんかパリ・サンジェルマンのユニフォーム着てても全然違和感がないっていうそこが逆にまたなんか悲しいところですよね。
ガメイロ、さあ一気にカウンター、押し出ましたね。まあ、バルセロナファンとしてはネイマール君がまたいつか戻ってきてくれることを心待ちにしてる感じですね。ガビから緩いフィードボール、いいとこまで行ったんです。ここで笛です。決着つかず。いや、 やっぱ5分間だとあっという間にね終わっちゃうんですよね。ここまでの試合を振り返ってください。この120分間通して非常にいい戦いを見せてくれましたね。まあこの後に PK 戦がありますから、まず1本目で PK の蹴り方も確か2011からだったかな、どうする、2011ら辺からかやり方が変わって、これを防ぎます。 PK のやり方が変わったんで、その今までの PK のやり方だとその全然全部真ん中に蹴っちゃうんですよね。全部真ん中に切っちゃうから、その新しいやり方を知らない人がPK やると絶対全部真ん中行くから勝負にならないっていう。これはキーパーに読まれました。キーパーの読みが上回ってた感じですよね。友達と家で対戦して PK 戦になると、その R1 ボタンを押したときにその的が見えちゃうんで結構バレバレなんですよね。ちょっと読み違えたんですかね。こう R1 ボタンを押すと、蹴る的が出てくるんで、そう家でやっちゃうと蹴るとこバレバレじゃねえかみたいな。決めます。そして決着がつきました。はい、という感じで一応スーパースターにも、まあ、PK 戦なんですけど一応勝ちましたね。さて、北さん、じゃあ最後はお待ちかねのレジェンドに挑んでみたいと思います。いや、これは僕もそのね、まだ戦ったことないんで、まあ楽しみですね。まあ、楽しみとかそんなそんな余裕で言えんのかみたいな感じなんですけどこれレアルマドリーのライセンスないの本当痛いですよね。はい、という感じでやっていこうかなと思います。これレアルマドリーの選手とはえぐくないですか。これ バルサちょっと微妙っすよね。正直レアルマドリークソ強いっすよね、これ選手層えぐくないですか。これはい、って感じでレジェンドに挑んでみたいと思います。いや、レジェンドってなんだよって感じっすよね。伝説的に強いんですかね、きっとね。いやー、とりあえず惨敗だけは避けたいな本日の試合はバルセロナ。まあね、ラストはね、ラストにふさわしくクラシコで行こうかなと思いますね。しかもね、ホームのカンプノーでやれるということで、まあお手並み拝見といきますか。僕自分で言うのもなんですけど、まあ、ウィリ歴も結構長いですし、あとゲームセンターのアーケードのウイニングレブンも結構やってて、でゲーセンのウイリでそのディビジョン1ってのが一番上のランクな、リーグなんですけど、ディビジョン1で、おチャンスちゃうこれ。ディビジョン1の最高で確か全国50位以内には、あーやばいクリノやばい、あー手足げんよく、よし、一応全国50位以内には入ったことはある実力ではあるんで、まあそこそこ自信はある方ではありますね。ウイレーはメッシからのスルーパスをカットしました。攻め上がっていきます。マルコサ選手からスペースに出る、お、これいいですよ。ナチョテルなんですからイスコ、おっとこぼれてる、ドナウドシュート、防いだ、この柔らかいパス、シュート、触れた、おお、手足提言いいね
手足制限いいね。セルジーロベルト、うん、いい形で攻めていきたいですよね。サイドを使う、ここで受けて、シュートもあります。これは相手に当たってしまいましたが、コーナーキックへとなります。ヘディング、お、はい、リリーホワイト、完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン。まあ、ウイレの上達する方法は、まあ、そんなまあ偉そうに言えるような立場ではないんですけど、とりあえず上手い人、オンラインとか対人戦で、コンピューターじゃなくて普通に対人戦で、そう、上手い人とやりまくって、そう、上手い人のプレーを参考にするのが一番、参考にして真似るのが多分一番上達する方法だと思いますね。僕もウイレ初心者の時、最初の時もクソ雑魚で、もう勝率とか多分 30% ぐらいでしたね、対人戦の。最初の頃はで、そっから徐々に立て直していって、まあ、今では、いや、今見たく長いパスにタイミングよく反応した上がりはハマった時チャンスですからね。ファーなんだそりゃ。後半に入って試合が動きました。これは見事なカウンターからのフィニッシュ。北澤さん、どうご覧になりますか。これはお手本のような綺麗なカウンターでしたよね。前線の今の動き出しは常に狙っておかないとできないですからね。タイミング良かったですよね。まあ、今では勝率 50% 以上は堅いですね。とりあえずこの重要な試合でまず一歩リードしています。どうする、バルセロナとしてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。で、今回はまあ適当にすげえ適当にウイレの実況やってますけど、まあ、正直ウイレを実況するよりも普通に対戦した方が、普通にオンラインで対戦した方が楽しいと思うんで、そのね、まあ、そのこの動画を見てる人でもし僕と、まあ、対戦なり、あるいはコーププレーなりしてくれる人がいたら、そう言ってくれると嬉しいですね。やっぱ友達と対戦するのが一番楽しいですね、ウイレは。さあ、どこに出してくる。ちょっと慌てましたかね。でもまだ時間ありますから分かりませんよね。うわー、なんだそのパス。届くか、クリスチャーノロードシュート、きっちりな。ただカウンターだけは当然注意しないといけませんよね。手元の時計3分を切っている状況。メッシ君全然スタミナねえな。もったいなかったですね、ほんと最後まで。はい、という感じで、負けてしまいましたけどいやー、まあでも比較的前線した方なんじゃないですかね。まあ初めてやって対戦してみた感想としては、まあ意外とそこまで強くもないかなって感じですね。まあ点は奪えなかったですけど、多分5回ぐらいやれば多分1回ぐらい勝てんじゃないかなっていう、そういう感じの強さでした。まあちょっとね、理不尽な、まあ、コンピューターにしか出せないような精密なパスで精密なクロスで点を奪われてしまってはもうどうしようもないんですけど、もうそんなん予期できねえよみてえな。まあ、ウィ2018ね、やっぱいっぱいモードあるんですよね、これね、かなり。
奥深いですね。サッカーゲームといえばフィファ派の人とウイレの派がいるんですけど、まあ、僕はもっぱらウイニングイレブン派ですね。まあ、やっぱり日本のメーカーが作ってる日本のコナミが作ってるねゲームなんで、ウイニングイレブンを応援していきたいかなとそう思ってますね。で、普段は僕このマイクラブやずっとやってるんで、まあ、ちょっとだけまだ途中なんですけど、ちょっとチームちょっとだけ見せようかな。まあ普段僕マイクラブっていうのやってるんで、そのね見かけたらっていうか、まあ名前明かしないからそもそも分かんないと思うんですけど、まあもし対戦する機会があったら同じ足すって感じで。僕の一軍は今こんな感じですね。まあまだ全然途中なんで、もう全然雑魚いんですけど、とりあえずチームにクリスティアーノ・ロナウド君が当たったんでいますね。クリロの走行値87って低くないですかねこれ。あとトッティ君もいますね。 あとはイニゴ・マルティネスとか、あとはこいつがいるんですよね。こいつがいるんですよ、まさかの。これってマイクラブ限定なのかな。この男がいるんですよ、ウサイン・ボルト君が。陸上選手でなぜかサッカーやってるっていうね、ちょっと意味わかんない感じなんですけど、こいつでもこいつスピードと瞬発力99の完走してるんで、まあドリブルだけはクソ強いんですよね。あと身長も196センチってクソ高いから、で案外競り合いで勝って、そのヘディングでシュートも入れてくれっていうね、なかなか使えるやつなんで、まあこいつ結構おすすめだと思いますね、ボルト君。まあボルトの勇姿をウイニングイレブンなら見えるんで、まあ皆さんもぜひ買ってやってみてくださいっていう感じで、まあそういう感じで今回はね、ここまでにしようかなと思います。まあ今回はっていうか、まあ今後ウイニングイレブン実況多分やんないと思うんですけど、まあまあね、今回は軽い、まあ僕はホラーゲームだけじゃなくてこういうゲームやってるんだぞっていうのを見せたかったので、やりました。まあウイに関しては正直実況っていうよりも、まあ一緒にやりたいですね、誰かと。まあフレンド募集中ってやつですね。まあそういう感じなんで、まあね、はい、フレンド募集中です。まああとレジェンドやっぱ強かったですね。まあいつか倒したいと思います。という感じで今回は、ここまでにしようかなと思います。ご視聴ありがとうございました。